これでブリアンツァンブリアンツァは、イタリアロンバルディア州北西部の地理的、歴史的、文化的なまとまりを示す、地域名。おおむねミラノの北、コモコの南に広がる一帯を指す。中心都市はモンツァ。モンツァブリアンツァ県に地方名が付されているが、この県は、ブリアンツァ地方の南部地域にあたる。この名前はおそらくケルト語のブリックから来ていて、丘、高台、野原を意味する。 ブリアンツァ方言では、ブリアンツァあるいは、ブライアンザと呼ばれる。ロンバルニア州における、ブリアンツァ地方の一ブリアンツァ地方は、むね北は、関東周辺から、南はモンツァまで、西は、セーベゾ川から、東は、アッタ川までの地域を指す。行政区画で示すならば、モンツァへブリアンツァ県の全域、レッコ県の南部、コモ県の南東部、ミラノ県の一部を含む。南部、 西部はおおむね平坦であり、北部、東部は山勝ちである。イタリア語では、低地の側をバッサ、ブリアンツァ、高地の側をアルタブリアンツァという。多くの山や湖は、ミラノの人々に公的な夏のリゾートを提供している。ミラノの北東約1 5トルに位置するモンツァが、ブリアンツァ地方の中心都市である。この他の重要都市としては、コモ県のカンテュとエルバ。 デッコ圏のメラーテなどが挙げられる。ブリアンツァ地方の人口密度は約1372人平方キロメートルと高いが農業に適した肥沃な土地である。産業としては家具や工具の生産のほか、近年では農業関連の工業技術とハイテク部門が成長している。現在のブリアンツァ地方に人類が暮らし始めたのは紀元前2000年期のことである。 ケルト人やローマ人たちが勢力を伸ばした後、570年頃に、ランゴバルド人がこの地に入り、ロンバルデアという地名を生み出すことになる。この地へのキリスト教の普及は3世紀に遡る。これには、ミラノ司教であったアンブロジウスの働きがある。また、アウグスティヌスは、改新を行ってからアンブロジウスの手で洗礼を受ける、直前まで、ブリアンツァのラスコシシャカムに暮らしていた。 中世にはカタリ派やケンソンダ団、パターリア運動など様々な宗教運動が、ブリアンツァ地方のいくつかの都市で起こっては消えていった。フランシスコ会もブリアンツァ地方に起源を持ち、現在も続いている。西ロンバルド語の言語編集を示した地図。3が、ブリアンツァ方言を用いる地域を指す。この言語で話される言語は、主要にはイタリア語ではあるが、少数言語として、 ロンバルド語も話されている。ブリアンツァ方言は、ロンバルド語のうち西ロンバルド語と分類される、言語群に含まれる。この地域のカトリック教会の儀式は、ほとんどがアンブロジウス天礼で行われている。画家ジョバンニセガンティーニはこの地に移住し、アルプスの山並みや湖を作品に描いた。ブリアンツァのサラミは、原産地名称保護を受けている。ブリアンツァの地方名は、 モンツァに本拠を置くプロサッカークラブ AC モンツァブリアンツァ1912に用いられている。また、ソルマーノの観測所で発見された小惑星の一つにはブリアンツァと命名されている。ありがとうございます。